これでわかるメディチ家の絵画。13世紀から18世紀にかけてフィレンツェの大発展を成し遂げた華麗なる一族。メディチ家の門主。メディチの名そのものが示すように、祖先は医師、薬関係であり、丸い玉は丸薬あるいは血を吸い出すために用いる丸いガラス玉を表しているという説があります。メディチ家は医療薬学だけでなく、銀行家、実業家、政治家としてフィレンツェを実質的に支配しました。また、豊富な財力で多くの芸術家たちを支援しました。そう、メディチ家はルネサンスの芸術家を支えた最大のパトロンなのです。ルネサンスとは、中世のしきたりにとらわれず人間らしさを求める新しい文化の動きのことです。文学では、ダンテ、神曲。ラテン語ではなく誰でもわかる当時のイタリア語で書かれ、国民文学の先駆けとなりました。ちなみにボッチチェリが新曲の挿絵を描いています。芸術、ミケランジェロ・ダビデ像、レオナルド・ダ・ヴィンチ・モナリザなど、中世では彫刻や絵画はキリスト教と結びついていたものでしたが、宗教から離れて人間の美を表現しました。自然科学ガリレオ・ガリレイ、コペルニクスが唱えた地動説が正しいことを証明。当時は天動説が主流で、キリスト教も天動説を支持していたため、地動説を主張したガリレイは宗教裁判にかけられました。メディチ家の歴史はこのジョバンニから始まります。メディチ銀行を創設した人。最大の顧客はローマ教皇庁。この銀行は独自の経営形態で、単一の会社組織ではなく、各支店は法的に分離した会社の形をとり、それらをフィレンツェの本部が統括するという形でした。それによって1支店の失敗による商社全体の倒産の危険性を回避できました。また、ジョバンニは政治面でも活躍しています。市政府の行政長官に選ばれると、貴族ばかりが得行して市民が損するような法案の成立を阻止すると言い、市民から非常に高い人気を得ていました。自分の息子たちにもできる限り目立たぬように振る舞い、嫉妬や羨望を招かないようにと伝えています。その思いは届かなかったのか、どんどん華やかになっていきます。ジョバンニの長男、コジモ。彼の人生はまさに波乱万丈です。新興勢力であるメディチ家に反発したフィレンツェの大商人たちが、コジモには社会的階級を飛び越えようとする野心があり、共和制には脅威としてフィレンツェから追放します。1年後、メディチ支持者が多数派となる政府が選出され、メディチ家追放令が撤回になります。そしてコジモはフィレンツェに帰還しました。銀行業の拡大とヨーロッパ各地の商品を扱う総合商社としてどんどん勢力を伸ばしていきます。芸術にも力を注ぎ、プラトンアカデミーを創設しました。豪華王ロレンツォ。フィレンツェの芸術を語る上で絶対に外すことのできない存在です。フィレンツェ・ルネッサンスの黄金期。ロレンツォはコジモの孫で、政治学問芸術など様々な方面で卓越した才能を持っていました。ただ、穏やかな人生ではありません。パッツィ家の陰謀と言われる事件ですが、メディチ家のライバルであるパッツィ家は、ロレンツォとその弟のジュリアーノの暗殺を企てました。この計画には、メディチ家と対立していたローマ教皇シクストス4世も加担していました。1487年4月に計画は実行され、サンタマリア・デル・フィオーレ大聖堂のミサの最中に2人は襲われます。ジュリアーノは即死、ロレンツォは傷は負いましたが無事でした。この事件の首謀者たちは逮捕され、絞首刑となりました。レオナルド・ダ・ヴィンチはこの時の公開処刑の様子をスケッチに残しています。ロレンツォは芸術が大好きで、ボッチチェリやミケランジェロ、レオナルド・ダ・ヴィンチらはいずれもその庇護を受けました。ここで一つ、ボッチチェリの作品紹介です。春、プリマヴェーラ。春というタイトルにふさわしい華やかな絵ですね。ロレンツォがボッティチェリに依頼して親戚の結婚祝いに贈ったものと言われています。一番右にいるのはゼフィロス、西風の神。隣にいる大地のニンフというのは妖精のことです。のクロリスを力ずくで奪いに来る。ちょっと表情が怖いですよね。テフィロスに触れられた瞬間、クロリスの口から花が溢れ出ています。テフィロスが花を咲かせる力を与えたのです。そしてそれが隣の女性の衣服の柄に。この女性はフローラと言いますが、実はクロリスが変身した姿、同一人物です。フローラは花の女神なので、この絵は花に囲まれています。ボッティチェリは植物が好きで、この絵には500種類以上の植物と190種類ほどの様々な花が描かれていると言われています。真ん中にいるのがヴィーナス。ここはヴィーナスの庭園。なのですが、彼女のことは最後に説明します。先にこちら三美神。左から愛欲定説美です。真ん中にいる定説の女神は、上空にいるヴィーナスの子供クピト、キューピッドのことですね、に的を定められています。その矢で射られたものは恋に落ちてしまうとされますが、彼女はもうすでに恋に落ちていそうな。3人のうち彼女だけが隣の男性を見ています。その男性はヘルメスです。商人の神様。メディチ家は商家ですからね、彼のことはお気に入りかもしれません。ちなみに高級ブランドのエルメスは、このヘルメスをフランス語読みしたものだそうです。ただヘルメスが書かれている絵は、いたずらが大変なことになったり、あまり縁起のよろしくないような神話のシーンが書かれていることが多く、結婚を祝う絵にふさわしいのかどうかは疑問が残ります。お待たせしました。ヴィーナスです。ヴィーナスは裸のイメージがありませんか？どうやらヴィーナスは天上のヴィーナスと地上のヴィーナスと2人いるらしいです。私が初めてそれを知ったのはチッツァーノの性愛と俗愛という絵でした。画面右側、裸体のヴィーナスは永遠、神聖、精神的な愛を表している天上のヴィーナス。左側の着衣のヴィーナスは物質界、生殖、肉体的な愛を表す地上のヴィーナス。神話ってややこしい。この春の絵に描かれている女性は洋服を着ているので地上のヴィーナスの方ですね。どちらにしても愛の象徴。真ん中に彼女がいることで、この絵は愛と美で成り立つ理想の世界を描いているように見えます。さて、メディチ家の歴史に戻ります。ロレンツォの息子ジョバンニはローマ教皇レオ10世となります。彼は芸術を愛好するあまり財政を逼迫させます。大聖堂建設の名目で免罪符の販売を認めたことから、1517年から始まるマルティン・ルターによる宗教改革運動のきっかけを作りました。イタリアは宗教対立の争いの時代に入り、ルネサンスの終わりが始まります。1530年にはフィレンツェは共和制を終え、メディチ家はトスカーナ公国の大公となって、トスカーナ地方を支配する時代に入りました。1737年、第7代トスカーナ大公ジャン・ガストーネが後継者を残さず死亡し、メディチ家は断絶しました。エドワール・ルバボンさんの作品、サンバルテルミーの虐殺におけるカトリーヌ・ド・メディシスをご覧ください。1572年8月の日曜にパリで始まったカトリック陣営によるプロテスタントの大虐殺。この黒い服を着ているのがメディチ家のカトリーヌ。メディチ家からフランス王家へと次ぎ、サンバルテルミの大虐殺を行ったとされています。彼女は生まれて間もなく両親が亡くなり、孤児となりました。その後、教皇クレメンス7世が彼女の後見人となり、後にフランス国王となるアンリ2世と結婚。ただ、クレメンス7世もその直後に亡くなります。フランスにとって2人の結婚は、教皇庁からの膨大な利益を得るためであったので、教皇クレメンス7世が死去したとなれば、カトリーヌはフランスに何の利益も生み出さない存在となり、肩身が狭い思いをします。また、商家出身という身分から蔑まれました。そこで彼女は文化的に大きな貢献をしました。フランス宮廷にナイフやフォークを使った食事作法、アイスやマカロンなどのお菓子を伝えたのです。ただ、悩みは尽きません。夫アンリ2世はカトリーヌよりはるかに年上の愛人ディアーヌ・ポワティネに夢中でした。アンリの愛情を一身に受けたディアーヌは女王のように君臨していました。兄が40歳で亡くなると2人の立場は逆転。ディアーヌは宮廷を去ります。そして未亡人となったカトリーヌはそれ以降黒い衣装しか着なくなり、幼い息子に代わって政治の実権を握ります。また彼女は女官スパイ隊を持っていました。その数なんと200人。男性にハニートラップを仕掛け様々な情報を得ていたようです。サンバルテルミーの虐殺についてですが、カトリーヌが首謀者だったという風に伝えられていますが、確たる証拠はないそうです。誰かにはめられたのかもしれません。果たして彼女は本当に残虐な王妃だったのか。お疲れ様でした。では最後にメディチ家が所蔵した絵画を見てお別れしましょう。よかったらチャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。